苦手教科を克服したいのですが、思考停止に陥ります。勉強が15分くらいしか続きません。対策ありませんか、うん、そうですねねこれはね苦手教科っってやっぱり 全然わかんないよってなるから止まってしまうじゃないですか。だからもうなるべく簡単な自分のレベルにちょっとプラスアルファぐらいのところから一歩一歩ステップアップしていくと、うーん、あ、これわかるわ。うん、あ、これわかるわ。っていうふうに繰り返されて、なんか気づいたらね、どんどん先に進んでるっていう感じなので、まあ苦手っていうことを認識してるのであれば、こう、本当になるべくめちゃめちゃ基礎なところからしっかりと確認するっていうのがいいんじゃないかなと思います。 ね、あ、ここまではわかんのか、自分は。っていうふうに、自分の分かるを、えー、認識するっていうのは、かなり、その、まあ、後々、気が楽になるんですよね。自分は何が分かって何がわかんないのか、全くわかんないや、っていうふうに、あのー、っていう状態だと、ますます起因しちゃうんですよね。なので、まずは、本当に基礎的なところをね、簡単なところを、しっかりと地固めしていって、もう、一歩一歩、 ステップアップしてもらえたらいいかなと思います。